はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回私は UD トラックス本社様にお招きいただいて、 UD トラックスで開発されている UD アクティブステアリングの試乗会に参加してまいりました。 UD アクティブステアリングというのはどのような機構になっているのかというと、従来の威圧式のステアリングギアの上部に新たに搭載した電気モーターによって、電子制御ユニットが1秒間に2000回の頻度で様々なセンサーから運転環境を感知し、走行方向とドライバーの意図を判断いたします。この機構により低速走行時には極めて軽い力で操舵することが可能となり、トラックが停止状態で末切りなどを行う際にも、なんと小指1本でステアリングを切ることが可能となります。実際にこちらの映像をご覧ください。これは私が運転席に座って完全に車両が停止した状態でハンドル操作のいわゆる末切りを行っている最中の映像となります。このようになんと小指1本でステアリングを楽々と回すことができるほど、パワーステアリング機構に対しモーターの動作による極めて強いアシストが加えられていることがわかると思います。それでは実際に UD アクティブステアリングが装着されている車両と装着されていない車両をそれぞれ相互に運転して、どれくらいフィーリングに違いがあるのかをこれから動画でご説明していきます。まずはアクティブステアリングが装備されていない通常の UD トラックスクオンに乗ってみます。UD アクティブステアリングが付いているタイプも付いていないタイプも基本的に内装の構造はほとんど同じものとなっておりまして、全く同じような操作感でそれぞれの車両を運転することができました。サイドミラーの配置はもちろん、バックモニターに至るまで通常の UD トラックスクオンと同様の車両となっております。それでは早速運転していきましょう。まずは私が通常の業務でトラックに乗る際と同じような状況、運転手順によって車を動かしていきます。左右のミラーとバックカメラ、それから右後方の目視安全確認を行い、車両をゆっくりと左折していきます。この左折の時にステアリングを左に前切りするような形になるんですけれども、アクティブステアリングがついていない車両のため、通常私が運転しているのと同じ UD トラックスのクオンと同じフィーリングといったような感じを受けました。これからパイロンスラロームを走行していきます。正直この段階では私が普段乗っている低所四軸の車とほとんど変わらないフィーリングです。ステアリングに関しても走行速度によって重さが変化するということはなく、ごく普通のトラックを運転している感覚で、当然ステアリング機構に関してもですね、一般的な油圧式のものと何ら変わりはありませんから、自分で切った分だけ、自分の力で戻す必要があります。車が勝手に戻してくれるということはありませんから、この辺が一般的な乗用車とは異なる大型トラック独特のステアリングの操舵感の特徴かもしれません。パイロンスラロームを通過してこのままテストコースを進行していくわけですが、前方に人為的に配置されたテスト用のブロックによる凸凹道が再現されております。向かって右側のタイヤでこの段差を越えていくわけなんですが、実際にタイヤからステアリングに伝わるインフォメーションをご覧ください。通常のように直進していくわけですけれども、このように私自身はですね、ステアリングをこう握っていないと、当然のことですがステアリングは大きくブレ、走行姿勢を崩してしまうことになりますから、ドライバーが意図した方向とは違う方向に進んでしまうことになります。路面の段差のインフォメーションが直にステアリングから伝わってくるというのはとてもフィーリングとしては自然なものなんですけれども、例えば泥濘地や砂利道の現場などで使用するダンプトラックなどの場合、常にステアリングを強い力で握りしめていないと車体の進行方向がずれてしまうことになりますから、ある種肉体的なストレスがドライバーにかかり続けることになります。新開発の UD アクティブステアリングに関しては、こうした悪路を走行した際のステアリングのブレ方というのも非常に軽減されているというお話を聞きますから、後ほどアクティブステアリング搭載車を乗った時にどれくらいステアリングの動きが変わるのかという点について観察してみていただければと思います。ちなみにアクティブステアリングが搭載されていない UD トラックスクオンの場合は LDWS と呼ばれる車線逸脱警報装置が装備されております。この LDWS というのはキャビン内に設置したカメラが左右の走行車線を検知し、車速60キロ以上で走行中にドライバーが意図せず走行車線から逸脱すると警告灯とブザーによって注意を促すという機能が搭載されております。続いて再び打角が大きなパイロンスラロームに突入していきます。先ほどのパイロンスラロームとは異なり、さらにパイロン同士の間隔が大きくなっているコースになっておりますから、こちらで実際にですね、ステアリングを切り込んだ後に両手を離してどれくらい車軸の抵抗によってステアリングが戻ってくるのかという点について検証しました。このように右に前切りして離してもステアリングがセンターの位置に戻ることはありません。センターの位置に戻すためには自分自身の手の力によってステアリングを操舵して、ステアリング自体を戻す必要があります。
まあ、そんなの当たり前じゃないかというふうに、まあ、おっしゃる方もいると思うんですけれども、アクティブステアリング搭載車に関してはステアリングの戻しという作業が必要ないんですね。はい、こちらがアクティブステアリングが搭載されている同型の UD トラックスクオンとなります。まあ、見た目はね、パッと見で全く同じ車両には見えますが、機構的にはこちらの車両のステアリング機構の中に電子制御されたモーターが組み込まれていて、乗務員のステアリング操作をアシストしてくれるそうです。こちらは広報車ですので、 UD アクティブステアリングのステッカーが貼り付けられております。ここが唯一の見分けるポイントでしょうか。それでは実際に車両の中に入っていこうと思います。先ほども冒頭少しお話をしましたが、この車両の特徴として、このようにですね、車両が完全に停止している状態でも小指でステアリングの操作が可能な点です。これ実際にステアリングだけが動いているのではなく、タイヤの操舵も連動して動いておりますので、停止状態で小指で吸い切り可能ということで、いかに強力なステアリングアシストが働いているか分かります。それでは左右の目視安全確認を行ってから車両を左折して進行していきます。コースは先ほどと全く同じものになっているんですけれども、この段階で相当軽いステアリングのフィーリングとなっております。低速走行ということで、まずはステアリングの動作を軽くするための制御が第一優先としてアシストされているというような状況になっておりますね。まずは車両を進行させていって、先ほど通過したのと同じパイロンスラロームを走行してみます。全く同じ条件でステアリングを切り込んでいるんですけれども、このステアリング大きな特徴としては、切り込んで打角を戻すときにですね、車両のステアリングが自分自身の力によってセンターを出そうと制御してきます。つまり手を完全に離していれば勝手にステアリングのセンターが出てくれるというような機能がついておりますから、車両を運転するドライバーがいちいちステアリングをですね、元の位置に戻そうと力を入れなくても、非常に自然なフィーリングで自発的にステアリングがセンターの位置に戻ってきます。これは一般的な乗用車のパワーステアリングと同じようなフィーリングですね。通常トラックというのは、ステアリングを切り込めば切り込んだだけドライバーの手によってステアリングのセンターを戻さなければいけないんですが、こちらの車両に関してはそれがほとんど半自動的に行われているというような状況になっております。続いて先ほど通過したのと同じ凸凹の道路を走行してみます。このようにステアリングを離していたとしても全く軸がぶれることがありません。通常両手で握っていないと当然のようにステアリングが大きく暴れることになるんですけれども、このアクティブステアリングの場合はほとんど手を添えなくてもステアリングが暴れてしまうということがありません。ですのでトラックドライバーの疲労軽減や悪路や泥泥地等を走行する特殊な用途のトラックにお乗りのドライバーにとっては、かなり楽になるアイテムになってくるんじゃないかなと思います。この UD アクティブステアリングに関しては基本的にメーカーオプションの装備になっているんですけれども、運送業界の中でも非常に人気が高く、アクティブステアリングのオプションを装備したクオンを導入する運送会社様等も非常に増えてきているというお話を聞いております。続いてテストコースをさらに進んでいって直進道路に入っていきます。こちらの直進道路に関してはセンターにセンターラインが表示されているんですけれども、このアクティブステアリング独特の機能である LDP 車線逸脱抑制機能を実演していこうと思います。こちらはキャビン内のカメラが左右の走行車線を検知し、車速60キロ以上で走行中にドライバーが意図せず走行車線から逸脱するとシステムが介入して強制的にステアリング操作を支援するといったような機能が備えられております。つまりドライバーが無意識の状態でセンターラインを逸脱しそうになると、車両が勝手に制御を行ってステアリングを戻してくれるという機能が備えられているわけです。続いて先ほども走行した間隔が大きなパイロンスラロームを走行してみようと思います。今左側にステアリングを切ってステアリングから手を離してみましょう。このように勝手にステアリングの制御が入り、はい、わかりましたでしょうか。ステアリングが勝手に中立の位置で停止しましたね。これが UD アクティブステアリングの機能となります。このように勝手にですね、ステアリングがセンターの位置で止まる、つまりドライバーが自分自身の力でステアリングを戻そうとしなくても車両の方がですね、勝手にステアリングを戻してくれますから、その分ドライバーの腕力的な疲労の軽減につながるといったような製品になってくるわけです。先ほどね、吸い切りの状態で小指で回してみるというような実験をしましたが、このアクティブステアリングに関しては高速走行時には逆にステアリングが重くなるといったような機能が搭載されておりまして、当然ですね、ステアリングが軽すぎてアンバランスであるとか高速道路をうまく走行することができないといったような不具合が発生することはありませんので、現場を走るドライバーの目線から見てもとても使いやすい機能になっていると思います。それでは車両を車庫に入れますから、これから降車確認を行います。まずはドアを最小限に開き、後続車両の目視確認を行ってから運転席から地面に降りていきます。
今からこちらのトラックをこの駐車エリアの中にバックで入れていきます。交代で車を入れるということから必ず降車確認を行い、実際に自分自身の目でこれから駐車する環境の安全確認を行います。降車確認の基本としては、運転席から降りて向かって時計回りの方向に車両を一周する形で車両の本体と周囲の安全確認を行います。車両の構造上、上部と下部の4点の四方安全確認を行い、これから駐車スペースに入れるにあたって車両自体に接触する可能性のある突起物等がないか確認してから車両の周囲の安全確認を継続して行います。続いて左側方から、自分自身がこれからバックしていくスペースに突起物や接触する可能性のあるものがないか、再度自分自身の目によって確認します。これが降車確認となります。駐車スペースを確認する際には必ず上部と下部、これを相互に確認し、高さ 3.8 メートルの箱車がバックしていっても接触する可能性がある突起物や障害物等がないか、最終的に安全確認を行った上で再度運転席に乗り込んでドライブレコーダーを手動で一度作動させます。これにより乗務員が交代前に確実に降車確認を行ったということをドライブレコーダーの映像として室内を記録し、会社に提出するという流れになるわけです。会社によってはこの降車確認の記録をきちんと行わないとペナルティが発生する可能性もありますし、自分自身が降車確認を確実に行ったという証拠をぜひ映像として記録に残しておいていただければと思います。降車確認が完了しましたので、一度車両の頭を右側に振って左サイドミラーを指差し確認、右の窓は全開に開けて必ず音が聞こえるような状態で右目視安全確認を行ってから交代を開始します。特に右のサイドミラーに関しては非常に死角が大きいので、必ず自分自身の身を乗り出しながら後方の目視安全確認を行って、車両の交代旋回範囲内に人や自転車あるいは車両等が万が一出現した場合にも見落とさないように常に360度の安全確認を行い、必ず徐行で交代していくということが重要になります。徐行で交代することで万が一トラックの周囲に歩行者などが現れた際にも、トラックがゆっくり動いていれば逃げることができるわけなんですね。それから万が一構内事故等の物損事故が起きた際にもダメージを最小限に食い止めることが可能となります。はい、これでとりあえず駐車のスペースに車両をきちんとバックさせることができましたので、通常の業務における降車確認の解説を終わりたいと思います。ちなみに今回の試乗会では、日本国内では通常車検を取得することができない UD トラックスのクエスタという発展途上国向けの大型トラックについても、こちらのテストコースの中で走行させていただけることになりました。最大積載量が日本国内の軸重制限を超過しているということと、搭載されているエンジンが日本の排ガス規制には合致しないため、日本国内で車検を取得することは不可能な車両ということで、今回の試乗会に参加しなければ、運転することができない特殊なダンプトラックとなります。車両の走行フィーリングとしては、日本国内で運用されている低小四軸の車両と似ているかなというような印象を受けました。ただね、タイヤのサイズが非常に大きく、日本国内でこの規格のタイヤサイズを採用している四軸車両というのは他にありませんから、その独特な走行フィーリングも含めて十二分に体験することができました。ちなみにこちらの車両には UD のアクティブステアリングは搭載されておりません。一般的な油圧式のパワーステアリング機構が備えられている車両となっております。まずは運転する前に車両の詳細な構造を見てみましょう。一般的な低小四軸車とは異なり、まずタイヤサイズと扁平率が非常に大きいということが挙げられます。この巨大なタイヤを装着しているため、車体の車高自体もかなり上がっているのが確認できますね。車両のタイヤハウスの方を見てみると、何やら特殊な機構によって足回りが構成されているのがわかります。まずは非常に太いスタビライザーのようなものが装備されている点ですね。こちらに関しても一般的な日本のトラックにはおそらくついていない機構なんじゃないかなと思います。サスペンションに関しては全ての車軸がリーフサスとなっておりまして、通常の板バネ形式ですね、エアサスが採用されていないタイプの車両となります。そしてダンプトラックの下層とシャーシの部分を連結しているボルトの部分に関しても、車体のねじれを抑制するためか、このようにサスペンションが装備されたシャフトが備えられております。そしてこちらがダンプアップに使用するタケノコ型の油圧シリンダーですね。欧州メーカーのトラックには広く採用されているタイプのシリンダーとなります。このダンプの仮想メーカーも小平産業や新明和などではなく、タイに本拠のある仮想メーカーが製作したものとなっております。フェンダーに関してはドーマー製の樹脂タイプのものが装備されております。それではトラックの後部に回ってみましょう。
このトラック非常に最低地上高が高いと感じた方もおられると思うんですけれども、実はこの車ハブリダクションという駆動システムが組み込まれておりまして、通常の車両に比較して車軸を一段上げることが可能になっており、より最低地上高を広く確保することができる機能が備えられております。こちらがハブリダクションの機能を備えたデフケースとなっております。こちらのハブの内部に搭載されたギアによって減速を行いますので、デフケースの全長を非常に小さく抑えることができ、デフケースを地面に接触させることがないように最低地上高を大きく確保することができるシステムとなっております。日本国内の民間使用車でこうしたハブリダクションの機能が搭載されている駆動系を持っているトラックというのは非常に少ないので、かなり貴重な映像になっているんじゃないかなと思います。ここにもハブリダクションというような表記がなされておりますね。このため通常のトラックに比較して、何やら腹下の空間が広く、トラックのデフケースや駆動系などを地面に擦りにくくなっているわけですね。こちらはトレーラーヘッドタイプの UD トラックスクエスターとなっているんですけれども、この車両についてもハブリダクションが採用されているため、非常に最低地上高が高く設計されております。続いて再びキャビンの方に向かって歩いていきましょう。なかなか見る機会はないと思いますので、ここでダンプの PTO 機構について解説していこうと思います。トラックの下回りを覗いてみると、トランスミッションの後部に何やら一本の黒いホースが繋がれているのがお分かりいただけると思います。こちらがダンプトラックの PTO 機構となっておりまして、この駆動系から動力を得ることでダンプトラックの PTO 機構が作動し、ダンプアップ、つまりダンプの荷台を上に傾けたり、荷物を下ろしたりといったような動作が可能になるわけです。今回は実際にダンプアップの実演をしていただきました。車両の荷台の部分がゆっくりと上に向かって上がっているのが確認できると思います。この上昇の際の動力源となっているのはエンジンの回転力であり、ここ PTO と呼ばれている駆動力取得装置によって車両の油圧ポンプを稼働し、タケノコ型と呼ばれているダンプアップ用のシリンダーを伸ばすことでダンプカーの荷台を傾けて積載されている貨物の排出を行うというような手順になっております。これは一般的なダンプトラックと全く同じ機構にはなっているんですけれども、なかなか日本国内で製造されている単車のトラックでこうしたタケノコ型のシリンダーが装着されているタイプというのは非常に少ないので、かなり貴重なシーンになったんじゃないかなと思います。それでは実際にこちらの UD トラックスクエスターを走行していこうと思います。操作権に関しては右ハンドルとなっておりまして、一般的なクオンとあまり大差はないかもしれませんが、内装の作りなどかなり簡素になっております。ステアリングなどに関しても先代の UD トラックスクオンのものが採用されておりますね。タイヤの直径が大きいので当たり前ですが、通常の低床四軸の車両よりもさらに切れ角が小さくなっております。タイヤの切れ角が小さいということは最小回転半径が大きいということになりますから、より小回りが効かない車両であることがわかります。独特なのはウインカーで、昔の旧車のように例えば左のウインカーを作動させるとドライバーの指によって戻してあげないと、永久にウインカーが点灯し続けるというような状況になります。一般的な車両だとステアリングを戻すと勝手にウインカーも戻るというような仕様になっていると思いますが、こちらの車に関しては自分でそれを操作しないとですね、ウインカーを解除できないというような仕様になっております。こうしたスラロームにおいても一般的な UD トラックスのクオンと同様にアシスト装置はついておりませんので、自分自身の手によって戻してあげない限りはステアリングのセンターを維持するということはできないというような一般的な仕様になっております。続いて先ほども通過した人為的に設置されている凸凹道を走ってみようと思います。今回もすべて右側のタイヤで乗り越えていくような感じですね。はい、今こちらのフロントタイヤが凸凹に乗りますが、このようにですねステアリング自体が大きくブレているのがわかると思います。板バネの車ということもあってですね、低床四軸のエアサ仕様の車両よりもさらにキャビン自体が大きく揺れるというような特徴がありまして、当然エアシートも装備されておりませんから、乗り心地に関しては4トントラックかそれ以下の車両と同等の非常に安っぽい感じを覚えました。車両自体もね、UD トラックスのクオンに比べて非常に堅価に作られているということで、価格自体が抑えられている非常にリーズナブルな発展途上国向けのモデルとして販売されているそうです。こういった道路を走行する分にはね、多分日本で販売されている UD トラックスクオンのダンプトラックよりもさらにスパルタンな乗り心地となっております。キャブサス、エアシートといったような快適装備が一切ございませんので、かなりですね道路の振動をダイレクトに拾ってしまうというような、イメージ的には昭和の時代のダンプトラックというような感じですね。当然ステアリングに関してはパワーステアリングとなっていて、
UD トラックスの他の種類の車種とも全く同一のフィーリングで走行させることができます。続いて間隔が大きいパイロンスラロームも走行していきます。先ほどの UD トラックスのクオンに比べると、ホイールベースは短いので割と小回りは効きそうなイメージがありますが、実際にステアリング自体の切れ角はクオンに比べて小さい、ステアリングが切れないという特徴がありますので、小回りという面に関しては通常の低床四軸の車両とあまり変わりはないかもしれませんね。私としても UD トラックスのクエスターに関しては当然日本国内で乗ったことはありませんし、写真で見るだけでしたので、実車に乗れたというだけでも非常に貴重な体験をさせていただいたんじゃないかなと思います。印象としては運転席の位置が非常に高いので、見晴らしはいいなというのが、イメージとしてありました。最低地上高自体が高くなっているので、スカニアの R シリーズかそれ以上の高さを感じましたね。なかなか自分では体験することができない、運転ポジションであると思いました。実際こちらの車両というのは通常の日本国内で採用されているドアミラーの形状とは異なり、直接ドア自体に装備されているタイプになりますから、いわゆるヨーロピアンタイプのドアミラーを採用しているスカニアやボルボと同じような視線移動が求められます。安全確認を行うにも少し慣れが必要な車両と言えるかもしれませんね。その他の印象としては、日本国内で販売されている一般的なトラックと、ほとんど同じような走行フィーリングを楽しむことができましたので、日本国内においても車検の取得が必要ない私有地などにおいて、鉱山の採掘などで使う分にはとても使い勝手がいい車両になってくるんじゃないかなと思いました。その他、過去に東京モーターショーで展示された UD トラックス様のコンセプトカーなどについても拝見させていただきました。こちらの車両は前面に液晶パネルが装備されており、歩行者に対して挨拶を行ったり注意喚起などを行うといったような非常に先進的な機能が備えられております。なかなか運転手、つまりトラックのドライバーと歩行者が双方にコミュニケーションを取るというのは難しいんですけれども、このように液晶画面上にメッセージ等を表示したり、歩行者に対して意思表示を行うことができるというのは非常に先進的であると思いますし、実際にこうした文字を使った言語によるコミュニケーションができれば、交通安全にも大きく貢献できるんじゃないかなと思います。こちらは運行前の点検をトラック自らが自動で行ってくれるというシステムのデモンストレーションです。トラックのドライバー自身が日常点検を行う必要がなくなり、トラック自体の保守管理に対して将来的な研究開発が進めば非常に大きなアドバンテージになると思われます。こちらの車両に関しては、ミラーレスといって鏡を利用したサイドミラーというものは装備されておらず、すべてビデオカメラによって左右の安全確認を行い、運転席の中に液晶モニターが装備されていて、そちらの画面上に左右の道路状況が表示されるというような仕組みになっております。これにより物理的なミラーよりも前幅を小さく抑えることができ、また雨天や降天時に際してもドアミラーが濡れてしまって見づらいということが発生しませんので、安全確認に対してとても大きな効果を生み出すことが可能となります。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。私自身も UD トラックス様の本社の方に伺ったのは今回が初めての経験で、UD トラックスのクオンが最新式の機能として搭載するアクティブステアリングの走行体験や、日本国内では販売することができないクエスターと呼ばれている特殊な、四軸のダンプ、こうした特殊な車両などを実際に運転させていただき、なかなか日本国内では体験することができない貴重な経験をさせていただきました。UD トラックス様については今後も YouTube の企画などで多岐にわたるご提案やコラボレーション等を含めたプロモーションなどにおいてもご協力させていただくことになりましたので、今後もたびたび私の YouTube チャンネルにおいて取り上げさせていただく機会も増えてくると思いますので、今後の更新についてもぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あやとでした。